さあ今日なんですが、実は今浅草担々麺が非常に熱いんですよ。気づいたらですね、また新店舗が、オープンしてまして、こちらです。はい、東吉郎さん、かなり本格的な担々麺が味わえるということなので、今日はこちらを皆様にご紹介したいと思います。ってるのはエビですか。はい、おエビといえば、網エビといえば、網エビだ、はい、そのサイズがなかなかなくて、すごい小さいサイズですね。そうですね、そのサイズじゃないと美味しさが出ないよ、すごい、都内に探し当てた。そうなんですね、すごい美しい。さあでは早速いただきます。いや、やばいっすね。めちゃめちゃうまい店できましたよ。もうごまのね、ねっとり感、そして山椒の風味、辛さも1から僕はちょうどよかったですね。いや、これはね、いや他にも名店いっぱいありますけども、かなりいい担々麺を出してくれる店に、浅草にやってきてくれたなっていう感想です。普通に混ぜて食べちゃっていいですか。そうですね、はい、
まだ行きますよ。今日で、3品目のご紹介入りたいと思います。薬膳にからお渡ししますね。話しますね。お願いいたします。出汁の色が違いますね。そうですね。こちらは香り重視にしてますね。香り重視だとやっぱりボリューム重視の方はちょっとしんどい。あ、そうなんですね。違いますね。ありがとうございます、はい、スープのベース自体は濃厚と一緒なんですけれども、はいはい、もう上にかかっているものが香りが全然違う。あ、そこでこの黒いのは何ですか。かかっているのは上にかかっているのが京都の焙煎した黒しみで、腹とかその黒しみを使っている。黒しみ、その黒しみがその担々麺にもポイントなんですよ。はいはいはい、これに青唐辛子のみでラー油を作ったんです。これ赤唐辛子でやると合わなかったんです、はい、だから色味の赤がないわけですね。そうです。その代わり青唐辛子のちょっとした変わった辛さがあると思うんですよね。うんうんうん、ありますね。すっきりした辛さ、はい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 、もう腹の底の黒しみに合わせるために作り出した。わざわざラー油も。そうですね。ちょっとこだわりがそこら辺にありますね。これは初めて出会う種類の担々麺ですね。
わゆる一般的なラー油の辛さとは違う辛さですね。あ、そうですね、直線的というか、はい、鋭い辛さっていう。そうですね、うん、すっきりこのキレのあるような感じの辛さ、はいはいはい、そうですね、それですね、はいはい、すっきりキレのある辛さ、本当ですね、ビールみたいな、キャッチコピーが